オーストラリア区オーストラリア区は生物地理区の一区分でオーストラリア、ニュージーランド及び周辺諸島を含むエリアでいわゆるオーストララシアに相当する面積770万平方キロメートル東洋区とはウォーレス線で分離しているウォーレス線の北端はフィリピン諸島の南端か北端かで2節あるオーストラリア大陸は長期間孤立した大陸であるため 得意な生物グループが生息している。ネズミ目はネズミ科のみが自然分布し、ニューギニア島の方が種数が多いことから、東洋区から侵入したと考えられている。オーストラリアク固有化としては、エミュー化、カグウッ化、草むらどりリカ、輪ミフーズラカ、コトドリカ、ツチスりリカ、ニワシドリカ、フエガラスカなどが挙げられる。また、東洋区にも分布するものの構成種の多くが、 本区に分布する分類群もある。逆に他大陸の多く分布するトガが分布しない、またはほとんど分布しない。これはゴンドワナ大陸から分離した時期が早く、他の大陸と接することがなかったためと考えられている。亀目では、淡水域に分布するのは主に極系アモクのヘビクビガメ科で、本区を除くと、主な分布域が南アメリカ大陸に限られているため、 ゴンドワナ大陸に由来すると考えられている。線形アモクに含まれる、淡水域に分布する亀は、ニューギニア島では、スッポンカおよびスッポンモドキ、オーストラリア大陸ではスッポンモドキのみが、北部に自然分布する。スッポンモドキは古くは、他大陸にも分布していたが、原生種は、本区内に一種のみ分布する。ユーロコメでは、本区の固有化として、ヒレアシトカゲカが挙げられる。また、 ヤモリカでは、石ヤモリアカが、主に分布する。さらにアガマカも分布し、これらの分類群は、ゴンドワナ大陸に由来すると考えられている。オオトカゲカ、トカゲカ、ニシキヘビカ、石ヤモリアカを除いたヤモリカなどは、東洋区から侵入したと考えられている。ワニメでは少なくとも、イリエワには海水に対する耐性が強いことから、比較的新しい時代に、 東洋区から海伝いに侵入したと考えられている。原生の両生類では、ムビメの実が分布する。本区の固有化として、カメガエル化が挙げられる。アマガエル化は、アメガエル赤が分布し、アマガエル化は主に北アメリカ大陸、南アメリカ大陸に多く分布することから、ゴンドワナ大陸に由来すると考えられている。ダ大陸及び隣接する、東洋区に多く分布する、アオガエル化や、ヒキガエル化は、 自然分布せず、赤ガエルカもほとんど分布していない。郵便名や無足目は分布しない。ありがとうございます。